いだ。そしてお前には勝てない戦いだ。もしブラシラスが死んだら、それはお前のせいだ。
このまま続ければどちらかが死ぬ。だから戦うんだろ。母さんを見つけた。再会を果たした。結局はまだ失うか。お前の考えてることがわからない。お前を助けたことがか。あれで助けたつもりか。邪魔をするなと言ったのに、また現れた。でなんだ、私は殺されるまで囚われの身か。そうなるだろうな。あるいは俺の気が向いたらすぐ息の根を止める。だがその前に知ってることを話せ。どうやら奴らは詳しく話してくれなかったようだな。仲間と思ってるのはお前だけだ。俺が操り人形だとでも？証明しろ。なぜ奴らが敵なのか納得させてみろ。できるものならな。何を知りたい？お前の言う真実とやら聞き終えたら殺してやる。俺はなぜあの夜捨てられた？私を狙う奴らに聞いてみろ。お前を崇めるバカどもにな。俺を救ってくれた者たちを侮辱するのか。お前を崖から投げ落としたのはそいつらだ。俺が奴らに勝利をもたらした。その英雄を投げ落としたと馬鹿げてる。奴らはお前を武器として使ってる。だが用済みだと思えばすぐに捨てるだろう。とにかく弱者とみなされた俺はコスモスにとっては違った。ピューティアは生き残れないと告げた。優れたスパルタ人にはなれないと。それを信じたのか。彼女の言う通りだったかな。まるで尊敬に値しない。バカバカしい。自分は尊い気でいるのか。投げ落とす子を間違えたな。お前みたいな奴にならなくてよかった。お互い真実は聞かされなかった。ああ、だがお前の方がよく知ってるんだろ。ニコラオスは本当の父じゃなかった。他にいるんだ、私たちのような人が。秘密は他にあといくつあるんだ。真実はいつわかる。神々は残酷だ。デイモス、探していたのだ。こんなところにいたとは。まるでゴミためだ。叫び声が聞こえたが。別に。行け、早く。いいか、こんなことは許されんぞ。俺は操り人形じゃない。それに主人を持った覚えもない。もちろんだ英雄。軽はずみな言動は慎もう。
忘れるな。お前は自ら入った。そいつは記憶違いだ。わかるだろう、カサンドラ。すべてはアテナイのためだ。ペリクレスはすべて疲弊させていただろう。民は惨めな生活を余儀なくされていた。だから殺したのか。卵を割ってみない限り完璧な君は見つけられない。彼は間違っていた。ペリクレスとはやり方が違うようだな。私の脇は仲間が固めている。市民の信頼もある。そして彼らは私の方が自分たちの利益となることを知っている。私の計画を喜んで受け入れるはずだ。檻に入ってこい。私を殺しに来たんだろ。やってみろよ。幸運なことに他に消さなければならない火種があってな。反乱の噂があるのだ。もう反乱か。早かったな。考えはある。反乱も死んでは起こせまい。私の挑戦すら拒むんだからな。反乱軍の対処などできるものか。私が法案を通したわけではない。票が投じられたのだ。聞いていなかったのか。私は皆の祝福を受けたのだ。その力を行使する。それは民主制じゃない。カサンドラ、人々は自ら未来を選んだのだ。私という未来をな。このクソ野郎私は一人ではない。アテナイ市民は私の指示なしに行動を起こした。反乱とはこうやるものだ。よく分からずに賛同してるだけだ。コスモスの門との勝利だ。さて、ミュタレネ行きの船を手配するとしよう。住民は覚悟しておくべきだな。寂しまえたな。遅かったな。面白い。死は人間にとって最大の幸福かも。来てくれたんだな。大切なのは心意気だ。カサンドラ、よく生きててくれた。他にも衛兵はいるんだろう。急ぎ立ち去らなくてはな。待て、クレヨンのことで話がある。あのバカならソクラテスがお見通しだ。狙いは分かってる。急げバルナバス、彼女の装備を。行くぞバルナバス。カサンドラ、ペリクレスの屋敷で会おう。分かったことはそこで全て話す。パルテノンへの長い階段は屍でできているのだ。
よくやってるな。当たり前だ。バルナバスがまたお前を救う気になっているぞ。大切なのは心意気だろ。そのようだ。さあ他の者も待っている。やられたかと心配してきた。アテナイ中の衛兵がお前を探してるからな。その程度で私を止められるものか。これは何だ。クレオンを倒すための計画を練り始めたところだ。計画といえる代物じゃないけどね。議論は進んでも行動が伴っていない。ペリクレスがいないと雰囲気が違うな。だが彼の思いは生き続ける。だから集まった。困難を忘れるための集いだった。今は立ち向かうためのものだ。ねえ、そろそろ問題の本質に戻ろうよ。アテナイの栄光を取り戻すんだ。クレオンを倒すのか。計画を聞こう。簡単に行くか。奴が死ねば平穏は乱れ、アテナイのためにならない。その通りだ。まずは奴の信用を落とす。どうやらアリストフォネスがそのためのちょっとした劇を用意してるみたいだよ。ちょっとした？随分と失礼な言い方をするな。まあまあ落ち着いて。なんでみんな仲良くできないのかな。僕には全然わからない。ああ、面白くなってきたじゃないか。どんな劇なんだ。例のオレンジ色の猿のモノマネでも出てくるのか。は、面白いことにそこから着想を得たんだ。崇拝者の前で奴をけなすのは得策じゃないぞ。劇を見れば心変わりする。優れた芸術には危険も伴うが、うまくいくさ。ここで管を巻いてる暇はない。クレオンはミュテレネの人たちを殺すつもりだ。民はクレオンを信頼している。奴が何をしようと指示するだろう。そうは言っても何もしないわけにはいかない。クレオンを倒すのは簡単ではない。だが君の力があればきっとできる。私が残ってクレオンを止めるべきだった。ことにあたって愚者は過去を振り返るが、お前は違う。今はミテレネを救うために動くのだ。これがそのための何かの計画か。クレオンがミテレネについて口にしてからどうにも心に引っかかってな。奴の目的を探っていた。なかなかいい考えだ。弟子が一人アクロポリスの衛兵に扮している。クレオンはそこに何かを隠していて、密かに会合を開いているようだ。大胆な作戦だな。非常時だからな。アクロポリスに手がかりがあるんだろう。私が探そう。奴の違法な行いを示す証拠がきっと見つかるぞ。それでもみんながクレオンを支持したら、民衆の前で話をする。お前の力があればクレオンの正体を暴けるだろう。どこへ行けばいい。アクロポリス聖域の西部へ行ってくれ。他にも探した方がいい場所はあるか。そうだな。クレオンはどうやらアテナ像を気に入っているようだ。じゃあそこから探してみるか。クレオンが言い逃れできない証拠をアクロポリスで見つけてくる。よし、私はプニュクスへ行き民衆の前で話をする。証拠が見つかったらそこまで来てくれ。すぐに行く。大
変だ、大変なことになった。落ち着け、一体何があった？私の傑作のことだ。笑いを誘い、仰天させ、欲情させ、クレヨンの陰謀を知らしめる、すべてを変える作品だ。力を貸してくれ。おい、私は役者でも詩人でもないぞ。そうじゃない、主役のテスピスが行方知れずなんだ。芝居の花形が不在では劇にならない。なぜ行方不明だと？投資稽古には必ず出る男だ。酔っているか誰かと寝ていない限りはな。寝てるんじゃないか。いや、この劇の重要性は十分承知しているはず。きっと何かあったんだ。代役を立てればいいだろう。そうはいかない。大勢の観客がテスピスの芝居を楽しみにやってくる。クレヨンへの痛烈な批判はより多くの人が見るべきだ。じゃあどこを探せばいい？テスピスはあまり遠出しない。まずは家に行ってみてくれ。芝居の準備をしててくれ。テスピスを見つけてすぐに戻ってくる。状況は好転してきた。まさに絶好の機会だ。この法案がペリクレスのためになる。喜んでくれるだろう。よく来てくれたな、カサンドラ。俺は張り切りすぎたせいでクタクタだ。ようやく楽しみ方を分かってる人が来たね。ソクラテスに何回も断られて本当に困ってる。あんたなら平気だろ。あなただったらきっと忘れさせてくれるでしょ。楽しいなら構わないぞ。そう来ると思ってた。あなたと僕のほとばしる情熱で壁をも歌わせ、凝り固まった肉体の斧を解き放とう。そうだな、楽しむとするか。いいぞ。戦争のただ中でもささやかに楽しむことを忘れたくないな。